信長の野望大使ウィズパワーアップキット実況パート7始めていきたいと思います。現在、織田と戦争中洲本城が攻められている状態ですね。洲本城に細川忠興やったかな、細川忠興8300が、向かってきているので、これを7800で迎え撃ちます。でどうするかなん、あんま何かすることはないか、できそうなことないな。先へ進めます。待つとしようか。洲本対7800対5500、ここを勝ちましょう。今回はそこそこ鉄砲があるな。鉄砲があるけど、こっちも鉄砲。3部隊鉄砲。さて、どうするかな。爆弾を置いて、見張り小屋を置いて、先に行くぞ、ついてこい。のろしはなしか。ゲッチ始めるぞ。ゲッチ始めるぞ。ご命令を。始めましょうか。お、もう出番か。覚悟せよ。ご命令を。覚悟せよ。敵の威力を知れました。好機今だ。ご命令を。覚悟せよ。バンバン打ちながら、やりたい。おい、
ゲッチ。始めるぞ。ゲッチ、覚悟しろ。ゲッチ、覚悟せよ。ゲッチよ、始めましょうか。敵の居所知れました。敵の居所知れました。ご命令を。覚悟せよ。いざ参る。お、もう出番か。始めましょうか。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、覚悟しろ。ご命令を。始めるぞ。投げ払え。掴んだ勝機、逃しはせぬ。これほどとは。ご命令をお覚悟願います。ご命令を。始めるぞ。ゲチ、覚悟しろ。より悪いと多いし、一度引くぞ。なかなかいい。守れ。我らが破れるとは。じんわりじんわりと多いし、我らの勝ち揺るがぬぞ。もっとこっちおいで。やりたい前。敵の居所知れました。引くぞ。やりたい前。やりたい前。我らが破れるとは。ご命令をお覚悟願います。いざ参る。さあ始めようか。始めるぞ。ご命令。始めるぞ。ゲチよ、覚悟しろ。いかん。バカだ。ありえん。これは大事だ。やりたい。はい。ゲチよ、始めるぞ。ご命令。始めるぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。今は引こう。我が策に破れるか。まあ楽に勝ちました。それじゃ次の戦に行こうか。楽に勝利。で、騎手はダウン軍がここにいるんだが、騎手は何で会うかな。いざ参る。騎乗は無理やね。騎手はだやね。とりあえずここは解散かな。解散して手取り城に帰ってきたらもう一回軍出します。帰ってきたからできたから、先月の収支です。ご命令を。
ち声も企業やってかしこまりました。開墾と開墾の人少ないって、まあいいや。じゃあかしこまりました。闇取引中やね。その前にこっちを元に戻しましょう。ボーリーと準賢者と承知いたしました。知性塾とかしこまりました。交渉に向け承知いたしました。発展がここボーリーを鍛える。傭兵術承知。じゃあ、取引を行いましょう。ここ買って、ありがとうございました。仰せの通りに。鉄砲を仰せの通りに。はい。で、出撃と行きたいが。戻ってくるな。敵戻ってくるな。これを戻らないようにしたいんだけど、間に合わん？間に合わへんか。どこ行くな。フェニックスが滅んだ。ここ撃退してくれるのを期待してる。ここで、元地下撃退してくれれば、よし、撃退。元地下が撃退したんで、行きます。これで、出撃します。大谷が来る。大谷が来るか。集まってくるなぁ。どうしよっかなぁ。集まってくるなぁ。間違えた。適当にしすぎた。あ、でも、そんな強くはないか。そんなに強くはない。大谷義嗣700。
ちょっと待って。一旦解散して、で、編成し直します。編成は、まず、やってみるべきでしょう。編成変更マックスでいきます。これでマックスで。7400vs8300 やってみるべきでしょう。行きましょう。行軍開始。進め。いきますよー。 GO。 報告いたします。なんかホイモンやからごちゃごちゃになってるんだよな。先月の終始です。ごちゃごちゃになる。表情を始めようか。我に策あり。統制不足。軍事と対名かな、とりあえず。よし、表情は終わりだ。ゲチを。かしこまりました。で、どうするかな。で、ここの防塁を発展。はっ。商人町も発展。かしこまりました。商人町発展。承知いたしました。鉄砲はたくさん欲しい。鉄砲はいくら、鈴木家で鉄砲はいくらあっても足りない。はっ。はっ。承知いたしました。さて、取引を行いましょう。買って。ありがとうございました。仰せの通り。買って取り計らいます。売って、取り計らいます。鉄砲に買い。かしこまりました。さあスタート。天も人も俺に背くことは許さぬ。岸和田99日。遠いな。
だこれ。勝てるとでも思ってんのかこれ。勝てるとでも思ってんのか。さあ、スキーすぎましょう。まあ、当然、そうだよね。イメージ落ちたんじゃない？ほーんと、剣女かな？剣女かな？秀光、どう？報告いたします。先月の収支です。ゲチオ、雪やん、雪が降ってるやん。戦場になるとめんどくさいで。かしこまりました。承知。傭兵は武芸人。かしこまった。はは、人権でも鍛えておこう。承知いたしました。取引を行いましょう。買います。あ、間違えた。闇取引終わってんやん。普通に評論買っただけやん。闇取引終わってんやん。はい、はどうしないかな。しわ落ちないかな。先月の収支です。ご命令を。あと何日？あと51日。これは落ちないかな。落とせないかな。これはなぁ、かしこまりました。敵の迎撃軍がこの姫路の方に行ってくれるなら行けるんやかもしれんけど、こっち来るならちょっときついな。無理かもしれない。報告いたします。先月の収支です。表情を始めようか。軍事対名かね。軍事対名。
よし、表情は終わりだ。アシガル徴用もちょっとこかな。ゲチオ、かしこまりました。かしこまった。取引を行いましょう。やめてるんですよかな。クロクワと、クロクワと格の違い見せてやるよ。闇取引を使う。格の違い見せてやるよ。で、かしこまった。取引を行いましょう。ありがとうございました。仰せの通りに。それを取り計らいます。はい、あと何日？23。いけるかもしんないよ。いけるかもしんない。行きましょう。さすがに無理か。さすがに無理かな。大谷義嗣が来た。さすがに無理か。やめようか。ちょっと無理があるな。やな、やめるわ。こわこわします。報告します。さて、騎馬配備、騎馬配備を、騎馬配備を。先月の収支です。さて、つつい放置するって言ってたんですが、つつい行きます。まあ、あとやな。ついやない。ね、なんか変な領土になるんだけどな。つい取ったら。でも、ついやな。さあ、戦だ。楽しもうぜ。助立ちいたす。助立ちいたす。はい、2406で闇取引がやってるからやるんやけど、まず証券を伸ばす。証券を伸ばしてで、発展暴類、暴類と鉄砲はいくらあっても足りないよ。鉄
今日はいくらあっても足りないよ。かしこまった。で、順天堂。承知いたしました。取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまりました。で、鉄砲を買う。仰せの通り。鉄砲買える。いやー、失敗。うまくいかへんんだね。では、出陣しましょう。出てこないね。仕方ないね。普通に行くしかないやろ。この二人は鉄砲で、あとはいいかな。あとはもう鉄砲はいいわ。この二人だけは鉄砲にしておきます。では、58日、行きましょう。進め！はい、つついと、に宣戦布告したところで本日の実況をここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回はまあつつい滅ぼして、岸和田は落とせるのかな。とりあえず次回はつつい滅ぼすところはやりたいなとは思っています。ご視聴ありがとうございました。